ウィーナーボカリステンと共にウィーンの街探索の旅へと出かけましょう。この街では200年以上も経った今日でもなおシューベルトの足跡を各地にたどることができます。ウィーンには今でも歌曲王フランツ・シューベルトの数々の思い出が残っています。代表的な男性合唱曲を聴きながら彼の人生のいくつかの場面をご紹介いたします。この家でフランツ・ペーター・シューベルトは1797年1月31日に生まれました。彼が生まれた時、家族は5人の子供と両親、全員で7人でした。シューベルト一家の住まいは当時の水準から言ってごく普通のものでした。今日の私たちの感覚から言うとちょっと理解に苦しみますが、当時18世紀のウィーンでは一部屋と台所があればそれで十分だったのです。フランツ・シューベルトとヨハン・シュタラウスは当時皇帝の都で活躍した作曲家の中では唯一ウィーンで生まれウィーンで死んだ作曲家でした。ちなみにハイドンは北オーストリア、モーツァルトはザルツブルク、そしてベートーベンはボン出身です。ビーダーマイヤー様式の時代には自然描写が芸術的創作活動の最も重要な内容とされていました。フランツ・シューベルトはゴットフリート・ビュルガーの詩に作曲した合唱曲小さな村で私たち後世の者にオーストリアの故郷の様子を見事に伝え残しています。Wie frisches Blut und Frohen steht's neu gewesen.